どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデルを2つを使いましていろいろな区切り挑戦していきましょう。ちょっとその前に2つお知らせ。はい、こちらイベント開催です。2年ぶりにイベント等々ガズレレ動き出しますよ。8月18日に仙台行きます。もうあとちょっとですからね、こう夏休み中仙台第1発目第1弾ぜひ皆さんお越しください。9月の2日は名古屋です。名古屋はこのいつも使ってる G ラボウクレレの本拠地ですからね、フルラインナップでウクレレの展示もあります。9月の9日と10月21日の東京大阪、ありがとうございます。ソールドアウトです、感謝。11月2日ちょっと先ですけど横浜でもイベント開催、つまり今映ってるこの3つ、ただいま大絶賛予約受付中でございます。ぜひカズさんに会いに来てください。一緒にセッションしましょう。はい、詳しいことはここのリンク先と概要欄貼っておきます。あと、はい、こちらの紫色の本が出たばっかだよ、これ100曲売りで盛り上がってますということと、あとこっちも出てます。ガズレレはですね、もう一個鍵盤のね、YouTube、こっちもめちゃくちゃ簡単ですよ。ガズピアノという宇宙一、世界一簡単ピアノ教室やってます。これの本がですね、今予約販売中になっております。予約ですよ。ぜひ皆さんお願いいたします。さあ、ちょっとご案内をさせていただいた上で、今日のレッスン始めていきましょう。本日取り上げたい曲はですね、この曲です。ドン！バウンディの走馬灯。こちらの曲やってみたいと思います。これバウンディさんなんですけども、ガズレレでもですね、かなりいろんな曲取り上げてます。もうガズさんがですね、ちょっとバウンディのもうほとんどファンですね。このバウンディの曲っていうのは大体コードが4つとか5つとか、ものすごいシンプルなんだけど、もう歌のメロディーとかタイミングで全てをこう表現する。このミニマルな中でね、どれだけの宇宙をこう表現できるかっていうことをウクレレにも通じるような、その美学をすごく感じるんでね。今回の曲も入門コード5つだけです。これで世界時間が表現できるなんてもうね、ひっくり返りますね。本当にもうアーティストという感じです。はい、ガズさんももうこれもしっかりともハマらせていただきました。はい、いつものように2バージョンでやっていきますよ。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている、初心者版シンプル簡単バージョンやっていきます。入門コード5個ですけど、この曲の難しさはやっぱりね、リズム感とその歌ですね。これはちょっともう聞き込んでやっていきましょう。後半のかっこいいバージョンはそこにあのリズム、ふんわりした16ビート、あれがたまらないやつなんですよ。はい、かっこいいバージョン濃厚解説してます。2バージョン最後までぜひとも皆さんご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までは音楽私できないです、もう不器用だからきっと無理とか言いながらもやりたいなと思っているそこの皆さん、すぐできます。もうちょっとしたらどなたでもどんな人でもあっという間に弾けちゃうガズレレのメソッドの、レッスン動画のこのリンクをここら辺に貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画 YouTube 動画見ながらウクレレ触っていただくだけでも本当にあっという間にできますからね。さあ、それでは皆さん、ここからですよ、始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、もうね、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲、もういや、もう1900曲ぐらいあると思います。2000曲近くのね、テーマソングがそこに揃っております。いっぱいあるんで探すのね、大変かもしれませんので、1個の例ですけど、大好きでやってみたい曲、スペースガズレレという感じで、YouTube の中で検索してみてもらうと結構出てくると思いますよ。はい。それではやっていきましょう。バウンディの走馬灯、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、入門コードを5個でゆっくりとやってみます。
寄り添いまた離れ去らたとえが今と僕の姿は晒し愛また痛む愛を許してくれ。バウンディの走馬灯をガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。入門コード5個ですよ、5個。今日ちなみにこの後やるかっこいいバージョンもコード進行5個なんですけど、いやーこのたった5個のコードでこの曲のこの世界観、いや本当に音楽の力と可能性を少し、まあバウンディさんのねそのイマジネーション力というのも凄まじいと思いますけど、このスケールでっかい曲思い切り歌っていきましょう。で今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートを、ショートカットさせていただいてるんで、いずれなんですけどフルで私全部やりたいなという方、1番のコードを書き出していただいてコードを2番に書いていただくとフルコーラスできるようになってます。まずはですね今のシンプルガズレレのシンプル簡単バージョンに合わせてそこで全て網羅されてますんでね、そこで練習してからやってみてください。ガズレレの動画は歌詞とコードが出てますんで、ひとまず練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては簡単版のガズさんの演奏と一緒に合わせて演奏できたらもう1個目のゴール達成だと思います。できるようになった方おめでとうございます。これね歌のタイミングとかすごい難しいんで、ここのね歌をやっぱりどれだけ聞き込んでものにできるかっていうところだと思いますね。伴奏は簡単なんですよ、入門コード5つだし、特にこう決めもなくワンブロックコード1個ずつで流れていくんで、ほんとねシンプルなんですけど歌で持っていく感じ、この辺がね面白いところであると思います。で一緒に合わせられるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するっていうのもほぼ至難の技でしょうから、最初のうちは楽譜を見てですね、何回も何回もその楽譜見ながら練習して、いずれはこの曲も丸暗記して覚えちゃって大空に向かって君のせいじゃないとこう歌いたいかなという感じなんですけどね、まずはでも楽譜練習からスタートがいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうという方安心してください。今の演奏は、はい、このガズが手書きしている、もうノートがあるんですよ。32冊目ですよ。はい、そこの、この感じ、見てもらいたいんですけども、ちょっとどこ行った？あったあった。はい。はい、これ、走馬灯ですね。はい。1って書いてあるところで今日2枚に渡ってますよ。この楽譜を見ながら今演奏してきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今このサービス、めちゃいいサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、京都レーゲータ、走馬灯を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート手書き楽譜のストックがあるんです。その中から毎月5曲皆さんが私これやりなかったこの曲憧れの曲みたいなのを選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてさっとこうダウンロードができるというね画期的なサービスなんです。この楽譜はもちろん全てガズレレ YouTube の動画とね完全リンクしてるやつですからね、ご活用ください。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してるできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよ。って毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。走馬灯バウンディさん01です。まずイントロです。シンプルですよ。このコード見てください。入門コードばっかり。はい、嬉しいやつ。はい、でここはね
同じことを2つやってるんですけど、かっこいいバージョンではここどこをリズムを変えていきます。これも後で解説しますからね。はい、じゃあここから始まるわけでございますが、あのコード進行を見て超シンプル、ただしこれ歌のタイミング、ここが悶絶ポイントです。特にこの B メロやばいです。はい、こんな感じで写しておくので、お時間ある方は一時停止して、画面一時停止してノートに書いていただくか、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きのノートそのものをダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効でございます。ガズのノートの特徴はいつも言ってますけど、このね、点見て、ここに点が書いてあるでしょ、 V とか、これでリズムが分かるんですよ。言っていきますよ、せーの、気づいたらどこか知らない場所に来ていた、この伸ばしているところに点 V があるの、ここでリズムが変わるよということで、この点を見るとですね、言葉のタイミングが分かるのが1点、あとは歌詞カードの表記がない、この伸ばすところですね、これ歌詞カードにはこういうの書いてないですからね、この伸ばすところとか、はい、これがね、ガズレレのノートの大特徴、これだいぶ活用されると思うんでね、はい、ぜひご参考までにガズクラブでダウンロードしてもらうか、手書き、お時間、ある方は書いていってください。まず A メロ B メロですね。で、ここちょっと見てもらうと、ここに矢印マークが書いてあります。これはね、かっこいいバージョンでこうリズム、シンコペーションといってリズムがズコンと食い込んでくるリズムを使ったり、ここもちょっとこうダダダ、シンプル簡単バージョンでここ止まっただけなんですけど、ここはちょっとタタタタってこうちょっと数が増えます。後で解説します。はい。はい、じゃあこれ1、1、1、OK、B メロまで。で、ここがスケールでっかい、一応サビというふうに命名しました。これサビと大サビみたいな感じでちょっと出てくるんで、ここすごいですよね、このスケール感、突き抜ける感じ。コードで F と C だけですから。びっくりしちゃう。はい。この辺の言葉のタイミングがもう要注目ですよ。ここくるっとまとめれてる、早く歌うみたいな感じでですね。ガズさんもこんな風に書いております。はい。で、ここもタタタタタで、これかっこいいバージョンで、ここちょっとね、決めというほどでもないですけど、この盛り上げといて、このブリッジ、本来はここから2番が始まるんですけどね。はい。これガズレレオリジナルアレンジでブリッジパートというか、この壮大な星1ってことにしました。これはまた後で出てくるんですよね。サビの、大サビみたいな感じなのかな。ここがすごいかっこいいですよね。日々寄り添い、また離れて、こういう、ここのダイナミックなところ。これコードは簡単ですからね。ここでもこのシンコペーション矢印マーク入ってきたりするんで、この見逃しなくと。で、こう書いていただいて、したらですね、もう2枚目に渡ります。こっちに行きます。こっち行くと、またサビが、始まります。はい。君のせいじゃない、僕のせいじゃ、ここ一緒なんですけど、この辺からちょっと歌詞が変わってくるんでね。コード進行とか一緒ですけど、はい。もうすべて忘れてしまう前にってやって、またこれ今度、星の2ですね。ここちょっとね、星1と星2、コードが違うんですよ。響きを聞くとちょっと違うんでね、ここ、さっきは Dm だったんですけど、ここ F にアレンジしてます。はい。これを見てもらって、終わったぞということでございます。はい。コード見ていきましょう。見て！嬉しいよ、これ！C と Am と F と Dm と G7。これはね、もう本当に入門コードだから、今映ってるこの5つのコードはガズレレではね、もう超典型的入門コードのグループにのメンバーなんで、これ超安心なやつです。はい、これです。一応紹介しとくけど、このね、5つだからね、これを紹介するまでもないんですけど、一応紹介させて、ガズレレ必須コード。これは10個の入門コードのグループです。このね、ウクレレで音楽始めたいなとか思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードがあるんですよ。これをガズレレ必須コードと私が命名しています。10個も覚えるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単コードばっかり。だけど、いっぺんにね、10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになりますから、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここにその動画リンク貼っとくんで、ぜひここで10個のコード覚えちゃってください。今日はその中の5つですけどね。いやー、この5つでできるっていうのも何回も言いますけど、まあ、音楽の宇宙っていうのもすごい深くて広いですね。はい、やっていきましょう。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、やっぱりですね、これ、さっきも言ったんですけど、今一度ね、今のシンプル簡単バージョンで歌のタイミングとメロディー、これをすごく把握しておいてください。特にガズがね、要注目だったのは B メロなんですよね。ここがね、息する暇がないぐらいちょっと言葉結構詰まってんですよ。こういうところが出てきたらちょっと難しいなと思うところがあったら、よく聞き込んでですね、息をするタイミングを自分でちょっとね、印つけたりなんかするのすごくおすすめですよ。息が続かなくなっちゃって、サビまでもうたどり着かないみたいなのがなりがちですからね。あとやっぱ歌のメロディーのラインもね、この独特のね、絶妙なラインがついてくるんでね、ここら辺がね、まあまあ本当難しいけれども面白くもある。
ある深みであるんで、はい、だってコード5つでこの世界観を出すってことはやっぱりこれ歌で持っていくポイントがでかいっていうわけですから、やっぱりその歌のもちろん歌詞の内容も含めてですけどね、確認してやってみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンも出てくること全く一緒、コード5個嬉しい。はい、じゃあということはやっぱりリズムが違いますね。やっぱりかっこいいバージョンのリズムはこれスケールでかいですよ。今日出てくるリズムこれです。ほい、16ビートと16ビートのチャとシンコペーションとカッティングあってもまあった方がいいかな。はい、ちょっとこれ書かしておいてください。この今映ってるリズムでやろうと思うんですけど、これ映ってるリズムの解説ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレのホームページの1枚で、今映ってる弾き方のそれぞれの濃厚解説レッスン動画でもねすでにアップロードされてるんで、全然わかんないなと思ったらそこに行ってもらって動画でちょっと練習してみてください。まずこの曲はね16ビートというリズムなんで、ちょっとその辺で難易度がちょっと高いんですよね。16ビートっていうのはガズレレ で出てくるリズムの中でも一応最高峰のリズムなんですけど、今日は出てくるのは16ビートと16ビートのチャなんですけど、この16ビートってどこで出てくるかっていうと、イントロのちょろっとだけです。はい、ほんとそこだけで、あと全部16ビートなんですよ。で、このでここで出てくる16ビートっていうのチャっていうのは結構ゆったりファンキーでちょっとね跳ねてる感じのリズムがいいですね。で、これファンキーでノリノリっていうよりはちょっとこうね、なんつうの、ゆったりしてんだよね。ゆったりして、脱力してる感じがちょっと欲しいです。はい。ということで、このね、ちょっとどんなリズムか、じゃあ、イントロだけやってみますよ。イントロでリズム使い分けるから。まず前半は、16ビートの普通の、チャがないやつです。せーの。でん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 。優しい感じで弾いてくださいね。でん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 。こっから16ビートのチャに変わります。はいよ、ここから。でん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 。感じですね。チャが入るとやっぱりリズム感が足されるんでノリが出るでしょ。このちょっとしたですね、このリズムの変化をつけて、また本編に入っていくという流れを作りたいと思います。で、この今のやった16ビートのチャのやつなんですけど、このいついざなどこかしら、ちょっと余裕ある人は何気にカッティング、今左で気づいた、気づいたな、ちょっとカッティング入れた方がよりファンキーな、ちょっとこう跳ねてるシャッフルの感じが出るんで入れてもいいかなと思うんですけど、まあなくてもですね、気づいたらどこか、こんな感じでできるんですけど、なんかバウンディさんの聞くとそんなにねカッティングを入れてる感じはしないんですけど、なんかウクレレで一本でやるときはちょっとカッティング入っててもよりこう綺麗のリズムがある綺麗の感じが出るかなと思うんで、ちょっとお好みですけどカッティング入れてみるのもいいかなというふうに思いましたということでございます。今日このリズムですごい参考になるリズムが、リズムじゃねえ、このリズムで参考になる動画があります。これね、以前解説した動画なんですけど、16ビートをすごくいい感じで弾けるようになる7つの、ポイントっていう動画があります。これね、ちょっと16ビート今みたいにこう、このように流れよく弾きたい人はですね、ちょっとこの弾き方、概要欄にリンク貼っておくんで、この動画後で見て16ビートで練習しっかりしてもらうとですね、逆に早いかもしれないですね。今日最初から最後までこのゆったりした16ビート、チャが続くんで、ポイントになる弾き方です。はい、あとですね、ずっとシンプルで淡々といくんですけど、この矢印マーク、シンコペーションも出てきます。これがですね、絶妙なところで入ってきて、歌とね、シンクロするんでね、ちょっとね、脳みそ、頭が混乱するんですけど、そこがかっこいいところです。B メロね、まずは出てくるんですけど、やってみましょうか、B メロ。ワン、ツー、スリー。何をしようとしたのか、もう忘れ、今の分かった？次はないよ。大事なものを見落として、だこも叶えることが増え、今の分かった？前に食い込んだでしょ。このシンコペーションがめちゃかっこいいんですよ。これ16ビートの中でのシンコペーションで、ダンでタカタタスカスカタカドーンダウンで入るってことですね。はい、このシンコペーション、こんな感じでサビの中でも入っていくんだな。はい、なんですね。ちゃんとこれちょっとシンコペーションマーク見落とさないようにしておいてください。で、 B メロの一番最後でさっきも言ったんですけど、考えることを書いてみると、叶えることが増えてきて、だい好きなこと忘れても4つダダダダって止めます。これはもうねかっこいい。大事なこと忘れても君のせいじゃないところにサビに入っていく。
いやーここら辺がねもう息が続かないポイントですけど、皆さん B メロからサビはね息継ぎかなりねあのキーポイントになると思います。でサビに入っていくんですけど、サビもシンコペーションがあの入ってきたりします。でずーっといってサビの一番最後のところでブリッジパートと星パートに入っていくところで、まあ、ちょっと変化つけてるんで、ちょっと、もう寝言が止まらなくなる前にからやってみようかな。もうあもう寝言が止まらなくなる前に、ここもシンコペーションドーン、やめとこう、今のシンコペーションですね、やめとこうでドーンって C で伸ばしたら、ワンブロック、ワン、ツー、スリー、フォーで、次の C は、だん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 でダウンピックで、あの、だん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 で、これでいきます。ここの時に、星パートに入る、前奏みたいな感じで、その前の、やめとこう、感じで星パートに入っていく。だん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 ダウンピッキングで C を弾いて、あの星パートに入っていきましょう。星パートの中でもシンコペーションが入ってきたりするので、そこさっきと同じ感じでゴーンと前に食い込んでくるところと歌のタイミング、ここ絶妙ですからね。はい、聞き込んでやってみてください。そしてあとはサビに戻って繰り返しという、すごいシンプルなんですよ。シンプルなんだけど、このねやっぱ歌のタイミングとこのグルーブ16ビートのこのこうちょっとだなんかこうなんていうのか、脱力した感じの気だるい感じなんだけど、ちょっと跳ねている独特のこのグルーブですね。このやつをこう紡ぎながらもシンコペーションとかキメが入って、その中で歌も縦横無尽にも裏声が入ってきたり、タイミングが早かったり伸ばしたりとか、なんかこうだるーく歌ったりとか、このサビもね、君のせいじゃないっていう感じで、こういうまっすぐっていうよりこうなんかねこう不思議なあのエモい感じですよね。この辺のニュアンスもちょっとこう掴み取っていただいて、聞き込んでね、やっぱりやっていただくのがいいと思う。だから、あの、ある程度流れが掴めると演奏自体は16ビートの、それを継続するってことなんですけど、やっぱりね、全体を1個にまとめると、これはなかなか高難度な曲。たったコード5個なんですけどね、なかなか難易度は高いと思います。はい。で、忘れちゃいけません。いつものことですけれど、これ歌詞深いですよ。僕も歌詞を読んでて、なんか、すごいこう、哲学的だなと思ってたんですけど、いろいろホームページを見るとですね、この歌詞を分析している方たちがいっぱいいて、いろんな分析があるんで、その分析もちょっと読んでみるとですね、これなかなか面白い歌詞で、そういうイメージ、もちろん曲っていうのはね、やっぱり、ね、感情がやっぱ乗るっていうのが大事ですから、その曲のメッセージとかエネルギーもしっかりこう、自分の演奏に取り込んでですね、この技術的なところと一つにしてアウトプットしていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。バウンディの走馬灯、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
さ。の走馬灯ガズレレビューかっこいいましょう。やってみました。これは何とも言えない、このスケールの大きい、なんかこう、なんていうのかな、すごくこう、なんかなんていうのかな、脱力感があるんだけど、どっからすごく芯が強い、そんなもエネルギーがなんかね、こう秘めたエネルギーを感じちゃう、そんな感じの曲でした。はあ、気持ちがいいけどちょっと難しいですけどね、じっくりマスターしていきましょう。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒に、いや、なんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日。9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい。で、11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、中松とかまで行くとね、もうおしゃれな店もいっぱいあるし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するのいかがでしょうかということで、ご案内中です。概要欄にリンク貼っとくんで、ちょっとしっかり見といてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットに見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またね、オリジナルのデザインされた、見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今、発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、ウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。